ダンデンドへようこそ。パンチをブロック、落ち着きが肝心をお送りしたいと思います。まずはダンデンから波を送るところからお送りしたいと思います。まあ、いつもの通りワンパターンでダンデンから波を送って相手を出してますけれども、ご存じない方は、呼吸の方法の仕方からご覧ください。まあ、この手のひらから波を送ってやる方は、まあ、別に丹田から送らなくてもできることができるんですけれども、まあ、とりあえず丹田から波を送るとより確実にできると思います。まあ、こうやってさっき内側に送ったんですけども、こっちは外側に送ってますけれども、まあ、どちらも同じで基本的には全部同じやり方です。まあ、このコンセプトの習得をしようとしてますって言ってますね。で、これは先ほどの手と手を合わせてるんじゃなくて、相手の手首の方に合わせてやるっていうやり方です。で、これは次のパンチを避けるときに必要です。で、次はパンチを避けるところに移りたいと思います。まあ、内側でも外側でもどっちでもいいんですけども、まあ、基本的にさっきと同じやり方で相手を倒せます。まあ、今まで見てきた方はご存知かもしれませんけど、彼女の人はかなり安定してできてますよね。あ、まあ、でも今回うまくいってませんけども、まあ、1年ぐらいやってみると大体こういう感じで安定してきますね。で、これからが今回の、まあ、趣旨で、やっぱりここまで緊張してると全然効かなくなるんですよね。まあ、ああやって倒されてますけども、緊張してるとダメで、落ち着いてるとああやって倒せます。まあ、あんな感じで緊張してると避けられないです。相手も倒せませんし。だいぶ硬くなってますよって指摘してますね。硬いって言って指摘してます。で、これ再現です。で、硬くなってああいうふうにできません。で、緊張してない状態だとああやって簡単にできます。まあ、ああやって落ち着いてるとできますよね。で、今回が私の発見というか、まあ、気がついたことなんですけども、私が緊張してこうやってやってると相手に映るようですよね。で、相手がこう緊張して要は力を入れてやっても、落ち着いてやればああやって倒せます。こう次わざと緊張して相手にプレッシャーをかけるんですけども、そうすると相手がこう映って、緊張が映るんですよね。そうするとああいうふうにうまくいきません。で、こっちが硬くしてるっても向こうは落ち着いてやんないといけません。ほら、ああやって緊張が映ってるんですよね。で、そうするとああやって、で、ああやって力負けしてしまうんですね。で、ああやって力づく、結構彼女は力あるんですけども、それなりにやっぱああやって負けてしまいますね。ちなみに彼女は先週シカゴの湖で遠泳5キロの競技があって、そこで1時間半で泳げてるので結構な実力がある人です。まあ、なかなか緊張してうまくいってませんね。まあ、これで今説明するんですけど、剣道の時もあの力が入ってて、それですぐ疲れるんだって言って説明してますね。やっぱり力が入ってしまうとうまくいかないし、疲れるばっかりであんまりうまくいかないと思います。で、また硬くなっているって指摘してます。まあ、ある程度技術的にはできるようになってきたんで、ここで緊張せずに落ち着いてできるっていうのがこれからの課題のようですよね。やっぱりなかなか力で対抗してしまおうとするのがやっぱりなかなか抜けないですよね。まあ、ちなみに私あれ引っ張ってるように見えるんですけど、まあ、本当に軽く触れてるだけで倒してます。で、次はパンチするとき、パンチする側が倒すのをやってみろって言っています。で、相手が受けが硬直していると倒せるっていうのをやってみろって言ってます、ね。で、相手がああやってブロックするんですけど、ブロックしたときに相手が硬いとああやって倒せるんだって言って説明してます。これ私間違えてパンチしてしまいました。相手が向こうがパンチする、
はずなんですけど、逆でパンチしてる人が倒せようにしてるんだよって説明してます。だからパンチした側が相手を倒せって言ってます。で倒す方向どっちだって言ってるんですけど、基本的に我々がやってる方向は別にどっちの方向でも関係なくて、基本的に全部同じなんで関係なく、方向関係なく倒せますよって言って説明してます。基本的にパンチする側だろうが避ける側だろうが基本的に全部同じなんだよって言って説明してますね。硬すぎるって言って言ってます。まあ、なかなか緊張を抜くのは難しいようですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。コメントもぜひ投稿していただければ嬉しいです。